いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ハッピーバレンタイン。というのが決まりなのですよね。そう聞きました。鍵穴の形をしているのだけど、これはトーテムポールにもちょっぴり似てるって、そう言ってお笑いになったわ。ええ、ありがとうマスター。まだ胸がドキドキしてる。聖バレンタインの日、セイレムにいた頃はこんなの考えられなかったな。マスターご存知かしら、私の村ではね、クリスマスのお祭りもないの。新年を迎える時だってとてもささやかなお祝いだけ。だから頭では分かっていても、カルデアで実際に体験すると驚いてばかり。厨房でとてもたくさんの豪勢な材料を
私、目を回してしまったもの。ねえ、マスター、日々のお祈りを欠かすことはないけれど、でもすぐ目の前にある幸せに向かって怖がらず一歩ずつ近づいていくのも、それもまたきっと大切なことね。自分がどこか変わってしまう、何か大切な思いを置き去りに忘れてしまうことが、私怖い。生きる、私サーヴァントなのに、恐ろしい力を持ったフォーリナーなのに。うん、決めた。今日の一番の勇気を出してお伝えしなきゃ。ねえマスター、こちらの贈り物受け取ってくださる？贈り物はね、他の方のとは違うの、特別なの。ごめんなさいマスター、こんなの悪い子のすることだわ。あなただけに、私だけがよく思われたいだなんて、いけないことよ。とても、でもどうしても気持ちを伝えたくて。他の方みたいに綺麗な飾り付けはできなかったけれど、それでも私のわがままを受け止めてくださるならすごく嬉しいの。マスター？